アスリートを支える肉体、技術、精神、その進化の原点を探る美しき躍動。鈴木新型スイフトがお送りします。プロ野球選手遠野俊、巨人先発陣の柱として今シーズンチーム最多の13勝を挙げた本格派右腕。そんな遠野がチーム最多勝利の原点に選んだのは読売ジャイアンツ球場。入団3年目で念願のプロ初登板だが、待っていたのは登板わずか1試合での2軍落ちだった。まあ、悲しいというか、やっぱりでも腹立った部分はありましたし、もっとできるっていうのはあったんですけど。込み上げてくるやり場のない怒りと悲しみ、そんな彼を奮い立たせたのはチームの指揮官原監督の言葉だった。君はジャイアンツを背負っていくピッチャーになるから、これを糧にバネにして頑張っていきましょうという言葉をかけてもらいました。自分という存在を知ってもらえたっていうのもありましたし、でも本当にその期待に応えたいっていう気持ちが一番強かったと思います。再び帰ってきたこの球場で遠野は投げた。一軍に上がるためではない、巨人を背負うピッチャーになるために。そして今シーズン先発ローテーションを守りきり、チーム最多の13勝をマークした遠野。将来のエースが見据える来シーズンの目標とは。日本一を取って原監督さんを胴上げするっていうことを目標でやっていきたいと思います。このジャイアンツ球場こそが遠野俊躍動の原点。これが RJC カーオブザイヤーを受賞した新型スイフトですか。質感もいいし納得ですね。躍動は美しさへ。